大分市に誕生する新しい道の駅田野うらら。オープンまで1ヶ月、今日施設の内部が公開されました。田野うららは大分市神崎の国道10号、通称別大国道沿いに来月7日オープンを予定しています。今日は地元神崎小学校の児童などを対象に見学会が開かれました。施設の1階入り口付近には1972年まで大分別府間で運行されていた路面電車が展示されています。ちょっと別府に何に行く、大分行くったらみんな電車で、助かりました。もういっぱいやったの、満員でね。1階の奥にあるのが物販コーナー。土産品のほか新鮮な野菜や魚介類が販売されます。2階には音楽をテーマにしたスペースが設けられ、今日はピアノの演奏会が開かれています。2階には自由に演奏できるピアノが設置され、イベントでの活用を想定しています。またレストランでは別府湾を一望しながら食事を楽しめます。テラスがすごく綺麗になってて素敵でした。想像のもう100倍ぐらい、もう全然中身が違くてびっくりしました。家族と一緒に遊びに行きたいです。大分県中の美味しいもの、新鮮なお野菜ですねが、ふんだんに集まった、道の駅となっております。皆様ぜひ7月7日、お待ちしております。大分市の新たな観光拠点として期待される田野うららでは、年間80万人の来客を見込んでいます。